で息子に電話して病院行く間も、はいはい、お父さんがやばいみたいだから、うん、なんかあったらまず落合斎場で俺を焼けと、はい、お父さん何言ってすかみたいな感じだいやマジで言ってんだよマジでって言ったらハハハなんて言ったらじゃねえんだよ翌日手術だよはい手術カテーテルあカテーテルはいはいで検査から手術になりますみたいな、はい、でここと、はい、力っていうはい、太い血管から中にどっちかも行け、ね、こっちが行けなきゃこっちで行きますみたいな、はい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 、手剃られてな初めて、はい、ああはいはいはいここもさはいはいはいでまたストレッチャーっつうかはいはいゴミみたいな運ばれるよなんかなそうなんですかパラ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 まず朝しかも、はい、朝の8時半から手術をしますとかって8時からやりますって言ってたのに、はい、どんどん伸びちゃうなんでって俺の熱が39度から下がんないってでまたコロナの検査しますって、はいはい、で先生に恐る恐るさ聞いたのコロナの検査やって出した後に先生、はい、コロナだとどうなんだ隔離しますと、はい、まずは、はい、もちろんその、まあ、10日間手術はできませんと、はい、これ10日いるのここにみたいな違うで、はいしかも前日、はい、昼ゴルフ場で食ったっきり食ってないわけよあお腹空いてるで ICU 行ったら9時ぐらいだったもん、はい、夕方4時ぐらいに順天堂行ったんだよな、はい、そしたらさ、はい、あの看護師さんにご飯ってないんですかあらでもさ聞いてらっしゃらないって聞いてないですよって、はい、あの食事も負担になるんでしばらく食事出せないええ元気だからそう元気なんですよね元気なんですよ元気なの、はいくっただらけだなんか、はい、なんかいろんな、はい、これでストレッチャーで運ばれて、はい、したらわっけえお医者さんにさ、はい、もうさ緊張しますかなんて、はい、いやいやそりゃそうでしょって緊張しないところいるんですかこれでそうですよね確かに、ね、死ぬかもしれないって恐怖はありますよねだってね、はい、あるでしょうよ、うん、あるでしょ、はい、死ねつって言われてんだよ、はい、怖いですじゃあちょっと待ってなんで俺ってなんのよああはい、いや待って俺一生もし助かっても一生心臓病なの俺って、はいはい、ちょっと待って俺そういう人みたいな心臓疾患みたいなさ、はい、嘘でしょみたいな戦うわけ自分がなんでタバコ吸っちゃってたんだろうとかあまあそうですよね、はいそうですはい、それも弟が倒れたって時の北海道にいてちょっと人間ドックしたから、はい、心臓ドックもやってもらったんだね、はいはいはいだからもう大久保さんは心臓じゃ死なないって言われたの、はい、すんごい元気な心臓だって言われたから、はい、5,6 年前かな、はい、安心してたんだよ5,6 年経ったらね人は変わるやばい心臓まあまあそうですねはいでしたら先生らの声がさみんなその聞こえるじゃんこう、はい、あいつ今が松井一馬って結構いてんだよ近いいたと思って、はい、1回でブツブツ打ってんなと思ってはいはいでそのうちこの辺まで分かんない入ってくるのあ入って今から寝れますみたいな、はい、カテーテル、はいはいこれから分からなかったけど、はい、なんか先生たちが専門用語喋るじゃん。あ、これあれだな、はい、これ、なんつって、なんだその絵は、何その絵はみたいな。で、待って、寝ちゃった方が絶対寝ろ、大久保寝ろ、寝れちゃったの。寝ちゃえ、大久保みたいな。はい、寝れたの。あ、寝れたんです。入れるまでじゃもう麻酔しないんですか、その前日。ここだけだ。あ、そうなんですか。でそのまま本当にこう血管が詰まってればなんか流すんじゃないのとかステントでこう広げるとかだったんだけど、はい、俺のはストレスってさ、はい、言い切れないんだってわけお医者さんもストレスでこうなりましたって言い切れないけども、うん、まあストレスでしょうっていう、はいはいはい、あれ平田かなったろ中日のああ平田あれもあれと同じような病気あそうなんですかあれも病気だあれはいはいはい大変だろ現役なのにそうですよね疾患心臓疾患はい、はい、それが聞きました、はい、なんかこう動脈って3本あるらしくて、はいまあ、大体で覚えてるな入院中に聞いてるから、はい、4本かも分かんないけど、はい、これが詰まったら即死って言われたの、うん、で太いのが詰まったら即死してるんですよ、はい、俺はこっち左の下のこっちの枝の方がね、はい、2箇所だから3箇所詰まっちゃってこう血管が収縮しちゃって、はいはいこっちの方がメシしちゃってるんですよ。エシみたいな。エシ。エシ。でも、はい、毎月もう3ヶ月に1遍とか2ヶ月に1遍でいいって言われてるんだけどさ、検査も、はい。
1年行ってんのね毎月、はい、でよくあんじゃん、がん検診も、はい、もう大丈夫って言われて、はい、行ったら3ヶ月後に行ったら、うん、末期だったみたいな。あ、はい、俺それは嫌だったの先生、はいはい、毎月来させてくださいとりあえず調べてくださいよって、まあ、そうなりますよね。したらこの間初めて聞かされたんだけど、はい、俺下に触れちゃってんだって。もうだ絶対心筋梗塞やった人は出るの、はい、心電図に、はい、普通上に触れるんだこう大体はこう、はい、ピコピコ、はい、俺のは下に触れてる、はい、それが、はい、最近ストレスがなくなっていいことが起きてたら、はい、楽しいことがあったらあったのね、はい、そしたら上に行き出したの。分かりやすいね心臓も、はい、おーいって言いたいもんな、はい、おーいでだからうちの常連がさ、はい、いいことやってくれたんだけどさ、はい、禁煙ウォッチっていうのがあって、禁煙ウォッチ今ね、はい、倒れてから376日経ってんの。あ、1年ちょっと、はい、うん、この間ずっと禁煙してんのね、はい、で禁煙できた本数が1日俺3箱吸ったから3箱、うん、2万2000歩あ2000本はい、で節約できた金額61万そうみんな銀座で使っちゃってるで伸びた寿命が86日あ、はい、伸びたっていう。そうだよ、禁煙して、そう手術の時間でどれぐらいかかったんですか。結局カテーテルすぐ終わるんですか。もうなんか僕いや寝ちゃったかな、麻酔かけたなんだっつって2時間ぐらいやってんのか、1時間か2時間じゃないの。時間的にはそれぐらいなんですね、うん、だって、はい、だから結局検査みたいで終わってるから、はいはいはい、大丈夫だったっていう。あ、そうなんですね、うん、何もそのステントも入れないし、はい、何もなかった、はい、多分薬剤も入れてないんじゃないの。あんま聞かかんないんだよな、はい、なんか専門用語はで、はい、先生は絶対退院できないって言ったんだけど、はい、うちのおくのに心配だろうと思って電話していいですかってしていいって言うから、はい、母ちゃん電話したら号泣してんの。俺が心臓で入院その、はい、検査で入院したってことにしろって言って病院入ったんだけど、はいはい、検査でもおかしいじゃん、なんか病院、まあまあ、心臓で、そうですね、自分の旦那は心臓で死んでるわけ、はい、弟も2回死にかけてるし、はい、で弟が手術受けたとか順天堂だから、はい、天野先生って有名な先生にやってもらってるから、はい、俺がそこじゃん、はい、もう死ぬんじゃないかと思ってるわけよ、はい、母ちゃんって言ったら、うえっ泣いて話になんねえんだからそう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 、俺は一回母ちゃんに会いなくちゃ、行かなくちゃダメだななんて、で、はい、トイレもオシレット使わせてくれないし、はい、すごいんだよ今の病院って、はい、体重計はベッドについてるしトイレ行くじゃん、はい、やっとね4日目ぐらいにトイレ行かせてもらったの、はい、そしたらそのままおしっこもうんちも量を測ってるからそのまま出てくださいって言うの、はい、量を測ってるからそのままおしっこ出ながらうんちも出てたら、なんかバラバラバラ、あ、そうですね、はい、ブリブリブリって、はい、測れるの。嫌なもんだぞお前、出てから監獄とかのお前うんこ見られるのさ、ね、確かに、ね、しかもずっと我慢したから俺も、はいはい、もううんちって言うのが嫌で、はい、オシレッターだから、そうですね、ちょっと緩くなっちゃってシュシュシュみたいになったのを見られて嫌だった、はい、もう丸の黒歴史そうですね、その男の看護師さん、看護師さん、ああ看護師さん、あ、男性の方でやっとこうかの、ね、車椅子乗して、はい、歩くのはダメだけど車椅子乗してくれて、はい、それからだよ、はい、今度ゴルフは禁止だとかさ、あ、運転もしないでくれとか、はいはい、やっぱり禁止事項もあったよ結構。あ、結構長い時間じゃ、まあ、それ2ヶ月ぐらい、1、2ヶ月、まあ、まあ激しいのは当然ダメだ、まあ、ゴルフもそうそう、で今はもう一回、はい、あのね、激しいことやっちゃいましょうみたいな、はい、病院が OK、 病院が OK で、やってくれ、サウナも OK、 サウナ OK、水風呂はって聞こうと思ったけどヤブヘビだから絶対ダメって決まってんじゃん、ね、サウナは血管広がればいいんだって。そうですね、はい、で最初に退院させてしまった時に、はい、ヤブヘビでもいいから聞いてみようって、先生お酒、まあ、もちろんタバコはどうですかって聞いたら、タバコどうなんです、はい、助けられませんよタバコ吸ったのも助けないって言われて、はい、それはもうそんな論外らしい、タバコは、はいはい、お酒はいいですよ、どのぐらい適量飲んでいいです、自分の適量でいいです、血管広がるから、はいはいはい、ただやっぱり血液もドロンになっちゃうから、はいはいはい、水分はたくさん取ってくださいね、はいはいはい、で激しい運動になりましょうって2ヶ月ぐらいしてから解禁になったわけ、はい、でもこうニトロは持ってないけど、ニトロって聞かない、ニトロって心臓の薬で、ああ聞いたことあります、あ、あります、あります、はい、これ僕必ず持ってて、はい、お子さんで、その俺の先生2人いんだけど、はい、一人の先生は CPAP ってこう寝てる間に呼吸するような先生なんだけどさ、はい、その先生はなんかこう手術とかも携わってないから、その先生 の、はい、あの診察受けた時は128とか130とか血圧が、はい、でも手術してくれた先生、はい、臨中にこういろんなこう処置をしてくれた先生のところで会うと、はい、いきなり160とか上がる緊張した緊張で上がるんですねでもその先生には、はい、でもその場合その本当にやばくなった時、はい、15分はその冠動脈が詰まらない限り15分は生きてますと、はい、でいい経験をしてますと、はい、もう死ぬ、本当死んでましたよと、
はい、本当に危険な状態で運ばれてきましたと、はい、だからいい経験っていうのはその15分くらいぐらいあったでしょって、どのぐらい、まあ、大体15分なんだって、はい、だその間にニトロをこうベロの下に舌下に舌下薬っていうらしいんだけど、はい、ベロの間に入れて、うん、でこう血管を広げるから血圧下がるから、はい、座って入れるっていうのだけ覚えてくださいって、立ってるとドーンひっくり返っちゃうらしくて、そういうのもある。それはじゃあもう今も外せないわけですね。そういう外せない、いろんなところでベッドとかさ、だトイレ行くときもこれ持ってくのはさ、トイレに置いとく、あと置き場所ないじゃん意外に、まあ、そうですね、はい、だからこれもあるし、あと、はい、コーチとか監督やると、はい、プロ野球でやるとさ1人軍が入れ替えがあるじゃん、はい、あそうですね、はい、だから、ね、24時間携帯持つ癖はついじゃん。なるほど。この間、はい、鍋ちゃんとも GM ともちょっと違う話で電話で喋ったんだけど、はいはい、懐かしいっすねなんて、いやでも電話持ってるくせ未だに抜けないで、俺もだよなんて言ってたけど、はい、携帯持つ癖もついちゃうわけ、はい、あのコーチ陣って、はい、あそうなんだ、まあ、それちょうどこれ、はい、その癖もあるし、ニトロ入れときゃさ、はい、そんな生活だよ、お守りみたいな感じで、お守り、本当のお守りね、そうですね、神頼みも助けてくれるか分かんないけど、これ実際にな、はい、血管広がるわけだから、はい、なんで病気なんてしてるの。いや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 、これはね、それで、はい、それで長くなったけど、はい、それで実家に帰って見守りたい、はい、おふくろもね、ちょっと今失語症みたいな、はい、あんまり言葉出なくなっちゃってるし、はいはい、母ちゃんも喜ぶし安心するし、はい、俺ら仲間がいるから、はい、毎日日替わりで泊まってくれるやつがいて、はい、後輩たちが、うんうんうん、でも今一人に決まったんだけど、はい、あ近づくなみたいな、何度も兄貴近づく、来るな近づくなって言いながらずっと寝るんだけど、はい、そいつが仕事やってるから帰ってくるまで釣りとか行ってたわけよ、はい、でそれを、はい、いつだってマンブリのチャンネルで撮ってんのね、はいはいはい、で60分弱回してんのよ、はい、釣れないのよ釣れないんですか。だからコメントに、まあ、ちょっと言葉ちょっと違ったけど、釣れんのかいって一言入ってたわけ、はい、それがこれが YouTube オチがそこに、そんなでも1万回ぐらい見てくれてる。あ、そうなんですか。これがやりたい。あ、そうですね。だら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 釣れんのかな、釣り続けて、はい、終わったよ。それそういう感じよ、ね、それなんか聞いて、はい、なるほど、ちょっと今前座だから、はい、いやいや全然全然どうぞ、何何メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、それを測って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測、やってみませんか。